皆さんこんにちは。今回はですね、このトレバの特有の台にチャレンジしていきたいと思います。この台結構登場してから時間経ちますけども根強く残ってますよね。まだ台もたくさんあると思いますので、ぜひプレイの参考にしていただけたら嬉しいなと思ってます。で、今回プレイチケットが5枚あってですね、今予約待ち1番で順番待ってるんですけども、今ちょっとご覧いただきたいんですけど、これ箱がですね2つあるんですけど重なってるんですよね。で、自分の動画でも、このタイプの獲得動画獲得方法の紹介したことあるんですけども、最後この2つの箱を重ねて、で上に乗っかった箱を手前に落とすっていうやり方が結構使える技なんですけども、それにチャレンジした動画を今日紹介していきたいと思います。はい、でやっていきましょう。順番回ってきました。で、この手前側の箱をですね、奥の箱に乗せてみようかなと思います。今割とこれ横で同じぐらいの並びになっているの で、これ掴むとちょっとだけ奥に運んでくれるので、うまくいけば乗っかると、綺麗に乗っかりましたね。はい、でこの乗っかった状態で今度は下の箱を持ち上げるような形で上に持ち上げて、で当然それと、同時にですね、上の箱も持ち上がると思うので、それを狙っていきたいと思います。綺麗に決まるでしょうか。こんな感じですね。真ん中ら辺で下の箱を掴んで、で手前の箱を落とせるか。さあ、おっ、惜しいな。いや、今の狙い通りだったんですけども、もうちょっとね、勢いつけてこうバウンドするようなイメージだったんですけど、まあなかなかねうまくいかなかったですけど、まだ3枚あるのでもう一回同じようにチャレンジしてみたいと思います。で、また手前の方の、箱が今これ横並び大体同じくらいで並んでますよね。なのでこの手前の箱を掴んで、でちょっと今左寄せにしました。ちょっと景品を、同じように並べたいなと思ってるので、これ30秒押さずにやるとですね、多分手前側ギリギリを持てるんじゃないかなっていうところで今待ってるんですけども、やや左寄せにすることで景品綺麗に横並びにしたいなと思ってます。手前の箱の方がちょっと今右にいるじゃないですか。で、こんな感じで左寄せで景品つかめば、ちょっとだけ景品がこの画面でいう左側に箱が寄ってくれるので、でうまく奥の箱に綺麗に乗ってくれればなっていうイメージを持ってます。ちょっとご覧ください。はい、でこれ多分綺麗に、どうですかね、綺麗に乗っかりましたね。ちょっと左寄せしすぎちゃったのがあって、景品がややさらに左側まで来ちゃったんですけども、まあうまく乗っかってくれたので、もう一回さっきみたいに今度は下の箱を持ち上げてやっていこうかなと思います。これ決まるとね、相当気持ちがいいですし、結構上級者はこういう風な取り方してるようなイメージがあるので、早速やっていきましょう。で、ちょっと奥の方狙ってます。奥の方狙えば手前側にかなり来るかなと思ってるんですけど、OK! 素晴らしいですね。綺麗に決まりましたね。多分この技決めたの、あんまりないんですけども、うまく決まった動画でしたので、紹介をさせていただきました。呪術廻戦の、これお菓子だったかな?の景品なんですけども、こんな感じで。箱を重ねて獲得するという動画を紹介させていただきました。まあ、プレイチケットがたくさんあればですね、まあ、1手はこれ一発で取れるわけではないんですけども、うまくやれば2手で取ることできるので、割と箱が並んだような状態になったら、この技チャレンジしてみるといいのかなと思ってます。はい、ということで、今回はですね、トレバでよく見かける台にチャレンジしてみました。結構綺麗に決まった動画でしたけども、今後もこういった動画どんどんアップしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いできればと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。